プロフェッショナルにフードボールにクルブクスカは、ロシアモスクワを本拠地とする、サッカークラブチーム。クラブ名のクスカは、チェスカーと読み、地上軍中央スポーツクラブの頭文字を取ったもの。日本ではチェスカ、チェスカなどと読まれる。ロシア国内有数の実績を残す強豪クラブである。チェスカモスクワはサッカー以外にもアイスホッケー、バスケットボール部門が、世界的に有名である。 1911年に創立されたスキースポーツ愛好者協会がクラブの前身、サッカー部門も同年に作られた。1923年に赤軍のスポーツクラブとして開祖され、数度の名称変更を経て1960年に現在のクスカノナに落ち着いた。最初の黄金期は1940年代後半から1950年代初頭に訪れた。クラブは この時期にリーグに5回、カップに4回優勝した。ソ連の国際スポーツへの復帰となった1952年のヘルシンキオリンピックでも代表チームのほとんどはセディッサの選手により構成された。だがソ連は1回戦のユーゴスラビア戦で再試合の末に敗れた。当時すでにソ連と険悪な関係にあったユーゴに敗北した事実は、 政府上層部の不況を買い、セィッサは解散の浮き目にあった。クラブが復活したのは1954年。以後はタイトルに遠藤医クラブとなったが、ソ連最後のシーズンとなった1991年には、リーグとカップのダブルを達成している。1967年には、来日したチェスカ・モスクワと、日本代表が初めて試合をした。その結果、1試合目は2から2の引き分け。 二試合目は0から2で日本代表が完敗した。クラブは2000年代に入ってから再度の黄金期を迎えている。2003年からは石油製造、生成企業の渋ね淵、2006年からはそれに代わり VTB と巨額のスポンサー契約を結んだ。潤沢な資金をバックに積極的な選手補強を行っている。2004年には UEFA カップに優勝して、 ロシアのクラブとして、初の欧州タイトルを獲得した。2009から2010シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは、セビージャ FC を撃破し、クラブ史上初のベスト8進出を果たした。チスカ・モスクワの最大のライバルは FC スパルタク、モスクワである。他に FC ゼニト・サンクト・ペテルブルク、そして同じモスクワを本拠地とする FC ローコモティフ。 モスクワ、FC ディナもモ,モスクワともライバル関係がある。2012年9月、マーケティングリサーチ会社の AC ニール戦が、ロシア国内の38都市で、延べ19000人から、どこのファンか通ったところ、全体の3位である13%がクスカのファンだと、答えた。チェスカモスクワのサポーターチェスカモスクワの選手たち。 アキンフェイフ35カルポフ62ディベイブ78マグヌソン23フェルナンデス2ブラシッチ8アフメトフ7オブラヤコフ98シチェンニコフ42シュグルズソン17チャロフ9中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権を示す選手の国籍表記は、FIFA、の定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。